今回は江戸川乱歩の T 坂の事件を朗読します。 事実それは9月初旬のある蒸し暑い晩のことであった私は D 坂の大通りの中ほどにある白梅軒という行きつけの喫茶店で冷やしコーヒーをすすっていた当時私は学校を出たばかりでまだこれという職業もなく下宿にゴロゴロして本でも読んでいるか それに飽きるとあてどもなく散歩に出てあまり費用のかからぬ喫茶店周りをやるくらいが毎日の日課だった。この白売店というのは下宿屋から近くもありどこへ散歩するにも必ずその前を通るような位置にあったので従って一番よく出入りするわけであったが私という男は悪い癖で喫茶店に入ると どうも長尻になるそれに元来食欲の少ない方なので一つは農中の乏しい性もあってだが養殖一皿注文するでなく安いコーヒーを二杯も三杯もおかわりして一時間も二時間もじっとしているのだそうかといって別段ウェイトレスにおぼし飯があったりからかったりするわけでもないまあ 下宿よりなんとなく派手で居心地がいいのだろう私はその晩も例によって一杯の冷やしコーヒーを十分もかかって飲みながらいつもの往来に面したテーブルに陣取ってぼんやり窓の外を眺めていたさてこの白梅犬のある D 坂というのは 以前菊人形の名所だったところで狭かった通りが四区改正で取り広げられ南言道路とかいう大通りになって間もなくだからまだ大通りの両側にところどころ空き地などもあって今よりはずっと寂しかった自分の話だ大通りを越して白梅県のちょうど真向に一軒の古本屋がある実は 私は先ほどからそこの店先を眺めていたのだ。みすぼらしいバスへの古本屋で別段眺めるほどの景色でもないのだが私にはちょっと特別の興味があった。というのは私が近頃この白売店で知り合いになった一人の妙な男があって名前は明智小五郎というのだが話をしているといかにも変わり者で そそれが頭が頭良さそうで、私の惚れ込んだことには探偵小説好きなのだがその男の幼なじみの女が今ではこの古本屋の女房になっているということをこの前彼から聞いていたからだった二、三度本を買って覚えているところによればこの古本屋の彩君というのがなかなかの美人でどこがどうというではないがなんとなく官能的に 男を引きつけるるようなところがあるのだ彼女は夜はいつでも店番をしているのだから今晩もいるに違いないと店中をと言っても二軒半間口の手狭な店だけれど探してみたが誰もいないいずれそのうちに出てくるのだろうと私はじっと目で待っていたものだだが女房はなかなか出てこないで い面い倒くさくなって隣の時計屋へと目を移そうとしている時であった私はふと店と奥の間との境に閉めてある障子の戸がぴっしゃり閉まるのを見たその障子は専門家の方では無双と称するもので普通紙を貼るべき中央の部分が細かい縦の二重の格子になっていて一つの格子の幅が五分ぐらいで。 それが開閉できるようになっているのだはて変なこともあるものだ古本屋などというものは万引きされやすい商売だからたとえ店に番をしていなくても奥に人がいて障子の隙間などからじっと見張っているものなのにその隙間の箇所を塞いでしまうとはおかしい寒い時分ならともかく9月になったばかりのこんな蒸し暑い晩なのに第一 障子そのものが締め切ってあるのからして変だ。そんな風にいろいろ考えてみると、古本屋の奥の間に何事かありそうで、私は目を移つす気になれなかった。古本屋のサイ君といえば、ある時、この喫茶店のウェイトレスたちが、妙な噂をしているのを聞いたことがある。何でも、 銭湯で出会うおかみさんや娘さんたちの棚殺しの続きらしかったが古本屋のおかみさんはあんな綺麗な人だけれど裸になると体中傷だらけだ叩かれたりつねられたりした後に違いないわ別に夫婦仲が悪くもないようなのにおかしいわね <laughs> すると別の女がそれを受けて喋るのだ あの並びのそば屋の朝日屋のおかみさんだってよく傷をしているわあれもどうも叩かれた傷に違いないわ」で。でこの噂話が何を意味するか私は深くも気に留めないでただ亭主が邪見なのだろうぐらいに考えたことだが読者諸君それがなかなかそうではなかったのだ。このちょっとした事柄が、 この物語全体に大きな関係を持っていたことが後になって分かったのであるそれはともかく私はそうして30分ほども同じところを見つめていた虫が知らすとでもいうのかなんだかこう脇き目をしている隙に何事か起こりそうでどうも他へ目が向けられなかったのだその時 先ほどちょっと名前の出た明智小五郎がいつもの荒い棒島の浴衣を着て変に肩を振る歩き方で窓の外を通りかかった彼は私に気づくと会釈をして中へ入ってきたが冷やしコーヒーを命じておいて私と同じように窓の方を向いて私の隣に腰掛けたそして私が一つところを見つめているのに気づくと彼は その私の視線をたどって同じく向こうの古本屋を眺めたしかし不思議なことには彼もまたいかにも興味ありげに少しも目をそらさないでその方を凝視しだしたのである私たちはそうして申し合わせたように同じ場所を眺めながら いいろろ無駄話を取り交わしたその時私たちの間にどんな話題が話されたか今ではもう忘れてもいるしそれにこの物語にはあまり関係のないことだから略するけれどそれが犯罪や探偵に関したものであったことは確かだ試みに見本を一つ取り出してみると「Z」 具体に発見されない犯罪というものは不可能でしょうか僕はずいぶん可能性があると思うのですがね例えば谷崎潤一郎の途上ですねああした犯罪はまず発見されることはありませんよもっともあの小説では探偵が発見したことになってますけれどあれは作者の素晴らしい想像力が作り出したことですからねと明智 いや、僕はそうは思いませんよ実際問題としてならともかく理論的に言って探偵のできない犯罪なんてありませんよただ現在の警察に途上に出てくるような偉い探偵がいないだけですよと私ざっとこういったふうなのだだがある瞬間二人は言い合わせたようにふと黙り込んでしまった さっきから話しながら目を逸らさないでいた向こうの風呂本屋にある面白い事件が発生していたのだ。君も気づいているようですね。と私が囁くと彼は即座に答えた。本泥棒でしょどうも変ですね。僕もここへ入ってきた時から見ていたんですよ。これで4人目ですね。 君が来てからまだ30分にもなりませんが30分に4人も少しおかしいですね僕は君の来る前からあそこを見ていたんですよ1時間ほど前にねあの障子があるでしょあれの格子のようになったところが閉まるのを見たんですがそれからずっと注意していたのですうちの人が出て行ったのじゃないのですかそれがあの障子は一度も開かないのですよ 出て行ったとすれば、裏口からでしょうが、三十分も人がいないなんて確かに変ですよ。どうです。行ってみようじゃありませんか。そうですね。うちの中には別状がないとしても、外で何かあったのかもしれませんからね。私は、これが犯罪事件ででもあってくれれば面白いなと思いながら喫茶店を出た。 明智とても同じ思いいに違いなかった。彼も少なからず興奮しているのだ古本屋はよくある型で店は全体土間になっていて正面と左右に天井まで届くような本棚を取り付けその腰のところが本を並べるための台になっている土間の中央には島のように。 これも本を並べたり積み上げたりするための長方形の台が置いてあるそして正面の本棚の右の方が三尺ばかり空いていて奥の部屋との通路になり先に行った一枚の障子が立ててあるいつもはこの障子の前の半帖ほどの畳敷きのところに主人か細君がちょこんと座って番をしているのだ 明智と私とはこの畳敷きのところまで行って大声に叫んでみたけれど何の返事もない果たして誰もいないらしい私は障子を少し開けて奥の間を覗いてみると中は電灯が消えて真っ暗だがどうやら人間らしいものが部屋の隅に倒れている様子だ不審に思ってもう一度声をかけたが 返事をしない構わない上わってみようじゃありませんかそこで二人はドカドカと奥の前へ上がり込んでいった明智の手で電灯のスイッチがひねられたそのとたん私たちは同時に「あっ!」と声を立てた明るくなった部屋の片隅に女の死体が横たわっていたからだここの細君ですね やっと私が言った首を絞められているようじゃありませんか明智はそばへ寄って死骸を調べていたがとても蘇生の見込みはありませんよ早く警察へ知らせなきゃ僕公衆電話まで行ってきましょう君番を捨ててください近所へはまだ知らせない方がいいでしょう手がかりを消してしまってはいけないから 彼はこう命令的に言い残して班長ばかりのところにある公衆電話へ飛んでいった普段から犯罪だ探偵だと議論だけはなかなか一人前にやってのける私だがさて実際にぶっつかったのは初めてだ手のつけようがない私はただまじまじと部屋の様子を眺めているほかはなかった部屋は ひとまきりの六畳で、奥の方は右一軒は幅の狭い縁側を隔てて二坪ばかりの庭と便所があり庭の向こうは板塀になっている夏のことで開けっぱなしだからすっかり見通しなのだ左半間は開き戸でその奥に二畳敷ほどの板の間があり裏口に接して狭い流し場が見え 裏口の腰高障子は閉まっている。向かって右側は四枚の襖になっていて、中は二階への階段と物入れ場になっているらしい。ごくありふれた安永屋の間取りだ。死骸は左側の壁よりに店の間の方を頭にして倒れている。私はなるべく教行当時の模様を乱すまいとして、一つは、 気味も悪かったので死骸のそばへ近寄らないようにしていたでも狭い部屋のことだから見舞いとしても自然その方に目が行くのだ女は荒い中型模様の浴衣を着てほとんど仰向きに倒れているしかし着物が膝の上の方までまくれてももがむき出しになっているくらいで別に抵抗した様子はない 首のところはよくはわからぬが、どうやら湿られた傷が紫色になっているらしい。表の大通りには往来が絶えない。こわに話し合って、カラカラと日和桁を引きずっていくのや、酒に酔って流行歌をどなっていくのや、至極天下大平なことだ。そして生じ一重のうちの中には、 一人の女が惨殺されて横たわっている。なんという皮肉だろう。私は妙な気持ちになって呆然と佇たずんでいた。すぐ来るそうですよ。明智が息を切って帰ってきた。ああそう。私はなんだか口を聞くのも大義になっていた。二人は長い間 一言も言わないで顔を見合わせていた間もなく一人の制服の警官が背広の男と連れ立ってやってきた制服の方は後で知ったのだが警警察署の司法主任でもう一人はその顔つきや持ち物でもわかるように同じ署に属する警察医だった。 私たちは司法主任に最初からの事情を大略説明した。そして私はこう付け加えた。この明智君が喫茶店へ入ってきたとき、偶然時計を見たのですが、ちょうど8時半でしたから、この障子の格子が閉まったのは、おそらく8時ごろだったと思います。その時は確か中にも電灯がついていました。 ですから少なくとも8時頃には誰か生きた人間がこの部屋にいたことは明らかです司法主任が私たちの陳述を聞き取って手帳に書き留めている間に警察医は一応死体の検診を済ませていた彼は私たちの言葉の途切れるのを待っていった考殺ですね手でやられたのです これご覧なさいこの紫色になっているのが指の跡ですよそれからこの出血しているのは爪が当たった箇所です親指の跡が首の右側についているのを見ると右手でやったものですねそうですねおそらく死後1時間以上は経っていないでしょうしかし無論蘇生の見込みはありません上から押さえつけられたのですね 主任が考え考ええしかしそれにしても抵抗した様子がないがおそらく非常に急激にやったのでしょうねひどい力でそれから彼は私たちの方を向いて「この家の主人はどうしたのだ」と尋ねただが無論私たちが知っているはずはないそこで明智は気を利かして 隣の時計屋の主人を呼んできた司法主任と時計屋の問答は大体次のようなものだった「主人はどこへ行っているのかね?」「ここの主は毎晩古本の夜店を出しに参りますんでいつも12時ごろでなきゃ帰って参りません」「どこへ夜店を出すんだね?」よく 上野の広小路へ参りますようですが今晩はどこへ出しましたかどうも手前には分かりかねます。1時間ばかり前に何か物音を聞かなかったかね。「物音と申しますと」と決まっているじゃないかこの女が殺される時の叫び声とか格闘の音とか別段これという物音も聞きませんようでございましたが。 走行するうちに近所の人たちが聞き伝えて集まってきたのと通りすがりの野獣まで風呂本屋の表はいっぱいの人だかりになったその中にもう一方の林家の旅屋のおかみさんがいて時計屋に応援したそして彼女も何も物音を聞かなかったと申し立てたこの間に近所の人たちは競技の上 フホン屋の主人のところへ使いを走らせた様子だったそこへ表に自動車が止まる音がして数人の人がどやどやと入ってきたそれは警察からの急報で駆けつけた検事局の連中と偶然同時に到着した警警察署長および当時メタンという噂の高かった小林刑事などの一行だ無論 ここれは後になって分かってかたことだ。というのは私の友達に一人の司法記者があってそれがこの事件の係の小林刑事とごく懇意だったので私は後日彼からいろいろと聞くことができたのだ先着の司法主任はこの人たちの前で今までの模様を説明した私たちも先の陳述をもう一度繰り返さねばならなかった 表の戸を閉めましょう。突然黒いアルパカの背広に白ズボンという下回りの会社員みたいな男が大声で怒鳴ってさっさと戸を閉め出したこれが小林刑事だった彼はこうして野獣馬を撃退しておいてさて探偵に取り掛かった彼のやり方はいかにも傍若無人で検事や所長などは まるで眼中にない様子だった彼は初めから終わりまで一人で活動した他の人たちはただ彼の微昇な行動を傍観するためにやってきた見物人に過ぎないように見えた彼は第一に死体を調べた首の周りはことに念入りにいじり回していたがこの指の跡には別に特徴がありません つまり普通の人間が右手で押さえつけたという以外に何の手がかりもありませんと検事の方を見ていった次に彼は一度死体を裸にしてみると言い出したそこで議会の秘密会みたいに傍観者の私たちは店の前へ追い出されねばならなかっただからその間にどういう発見があったかよくわからないが察するところ 彼らは死人の体にたくさんの生傷のあることを注意したに違いない喫茶店のウェイトレスの噂していたあれだやがてこの秘密会は解かれたけれど私たちは奥の間に入って行くのを遠慮して例の店の間と奥との境の畳敷きのところから奥の方を覗き込んでいた。幸いなことには、 私たちは事件の発見者だったしそれに後から明智の指紋を取らねばならぬことになったために最後まで追い出されずに済んだというよりは抑留されていたという方が正しいかもしれぬしかし小林刑事の活動は奥の間だけに限られていたわけではなく屋内屋外の広い範囲にわたって行われたのだから一つところにじっとしていた私たちに その捜査の模様が分かろうはずがないのだがうまい具合に検事が奥の間に陣取っていて指示をほとんど動かなかったので刑事が出たり入ったりするごとにいちいち捜査の結果を報告するのを漏れなく聞き取ることができた検事はその報告に基づいて長書の材料を初期に書き留めさせていたまず 死体のあった奥の間の捜索が行われたが、遺留品も足跡も、その他探偵の目に触れる何物もなかった様子だった。ただ一つのものを除いては。電灯のスイッチに指紋があります。黒いエボナイトのスイッチに何か白い粉をふりかけていた刑事が言った。 前後の事情から考えて電灯を受けしたのは犯人に違いありません。しかしこれをつけたのはあなた方のうちどちらですか。明智が自分だと答えた。そうですか。後であなたの指紋を取らせてください。この電灯は触らないようにしてこのまま取り外して持っていきましょう。それから刑事は2階へ上がって行ってしばらく降りてこなかったが降りてくると すぐに裏口の路地を調べるのだと言って出て行ってしまったそれが10分もかかったろうかやがて彼はまだついたままの懐中電灯を片手に一人の男を連れて帰ってきたそれは汚れたクレップシャツにカーキ色のズボンという服装で死十ばかりの汚い男だ「足跡はまるでだめです」刑事が報告した。 この裏口の辺は日当たりが悪いせいかひどいぬかるみで下駄の跡がめった無償についているんだからとても分かりっこありませんところでこの男ですが」と今連れてきた男を指さし「これはこの裏の路地を出たところの角に店を出していたアイスクリーム屋ですがもし犯人が裏口から逃げたとすれば路地は一方口なんですから」。 必ずずこの男の男目についたはずです君もう一度私の尋ねることに答えてごらんそこでアイスクリーム屋と刑事の一問一答今晩8時前後にこの路地を出入りしたものはないかね一人もありません日が暮れてからこっち猫の子一匹通りませんアイスクリーム屋はなかなか要をよく答える 私は長らくここへ店を出させてもらってますがあそこはここのおかみさんたちも夜分はめったに通りません何分あの足場の悪いところへ持ってきて真っ暗なんですから君の店のお客で路地の中へ入ったものはないかねそれもございません皆さん私の目の前でアイスクリームを食べてすぐ元の方へお帰りになりましたそれはもう間違いはありません さて、もしこのアイスクリーム屋の証言が信用すべきものだとすると犯人はたとえこの屋の裏口から逃げたとしてもその裏口からの唯一の通路である路地は出なかったことになるさればといって表の方から出なかったことも私たちが白売犬から見ていたのだから間違いはないでは彼は一体どうしたのであろう 小林刑事の考えによればこれは犯人がこの路地を取り巻いている裏表二川の長屋のどこかのうちに潜伏しているかそれとも借家人のうちに犯人がいるのかどちらかであろうもっとも2階から屋根伝いに逃げる道はあるけれど2階を調べたところによると表の方の窓は取り付けの格子がはまっていて少しも動かした様子はないのだし裏の方の窓だって。 この暑さでどこのうちも2階は開けっぱなしで中には物干しで涼んでいる人もあるくらいだからここから逃げるのはちょっと難しいように思われるというのだそこで隣権者たちの間にちょっと捜査方針についての協議が開かれたが結局手分けをして近所を軒並みに調べてみることになった。と言っても 裏表の長屋を合わせて11軒しかないのだから大して面倒ではないそれと同時にうちの中も再度縁の下から天井裏まで残るくまなく調べられたところがその結果は何の売るところもなかったばかりでなくかえって事情を困難にしてしまったように見えたというのは古本屋の1軒を置いて隣の菓子屋の主人が 日暮れ時分からつい今しがたまで屋上の物干しへ出て尺八を吹いていたことが分かったが彼は初めから始まいまでちょうど古本屋の2階の窓の出来事を見逃すはずのないような位置に座っていたのだ読者諸君事件はなかなか面白くなってきた。犯人は どこから入ってどこから逃げたのか裏口からでもない2階の窓からでもないそして表からではもちろんない彼は最初から存在しなかったのかそれとも煙のように消えてしまったのか不思議はそればかりではない小林刑事が検事の前に連れてきた2人の学生が実に妙なことを申し立てたのだそれは 近所に間借りしているある工業学校の生徒たちで二人ともでたらめを言うような男とも見えぬがそれにもかかわらず彼らの真実はこの事件をますます不可解にするような性質のものだったのである検事の質問に対して彼らは大体「さ」のように答えた「僕はちょうど8時ごろに。 この古本屋の前に立って、そこの台にある雑誌を開いて見ていたのです。すると、奥の方でなんだか物音がしたもんですから、ふと目を上げてこの障子の方を見ますと、障子は閉まっていましたけれど、この格子のようになったところが開いていましたので、その隙間に一人の男の立っているのが見えました。しかし、私が目を上げるのと、 その男がこの格子を締めるのとほとんど同時でしたから、詳しいことはむらんわかりませんが、でも帯の具合で男だったことは確かです。で、男だったという他に何か気づいた点はありませんか。背格好とか着物の柄とか。見えたのは腰から下ですから、背格好はちょっとわかりませんが、着物は黒いものでした。 ひょっとしたら細かい島かかすりであったかもしれませんけれど私の目には黒く見えました「僕もこの友達と一緒に本を見ていたんです」ともう一方の学生そして同じように物音に気づいて同じように格子の閉まるのを見ましたですがその男は確かに白い着物を着ていました島も模様もない 白っぽい生き物ですそれは変ではありませんか君たちのうちどちらかが間違いでなければ決して間違いではありません僕も嘘は言いませんこの2人の学生の不思議な真実は何を意味するか敏感な読者はおそらくあることに気づかれたであろう実は私もそれに気づいたのだ しかし検事や警察の人たちはこの点についてあまり深くは考えない様子だった間もなく死人の夫の古本屋が知らせを聞いて帰ってきた彼は古本屋らしくない華奢な若い男だったが細君の死骸を見ると気の弱いたちと見えて声こそ出さないけれど涙を ポロポロこぼしていた小林刑事は彼が落ち着くのを待って質問を始めた検事も口を添えただが彼らの失望したことには主人は全然犯人の心当たりがないというのだ彼は「これに限って人様の恨みを受けるようなものではございません」と言って泣くのだそれに 彼がいろいろ調べた結果物取りの仕業でないことも確かめられたそこで主人の経歴細君の身元その他のさまざまな取り調べがあったけれどそれらは別段疑うべき点もなくこの話の筋に対して関係もないので略することにする最後に死人の体にある多くの生傷について刑事の質問があった主人は 非常に躊躇していたが、やっと自分がつけたのだと答えた。ところが、その理由については、くどく尋ねられたにもかかわらず、はっきり答えることはできなかった。しかし、彼はその世ずっと、夜店を出していたことがわかっているのだから、たとえそれが虐待の傷跡だったとしても、殺害の疑いはかからぬはずだ。 しかたそうしてその世の取り調べはひとまず終わった私たちは住所氏名などを書き留められ明智は指紋を取られ帰路についたのはもう一時を過ぎていたもし警察の捜索に手抜かりなく また商人たちも嘘を言わなかったとすれば、これは実に不可解な事件であった。しかし、後で分かったところによると、翌日から引き続いて行われた小林刑事のあらゆる取り調べも何の甲斐もなくて、事件は発生の当夜のまま少しだって発展しなかったのだ。商人たちはすべて信頼するに足る人々だった。 県の長屋の住人にも疑うべきところはなかった被害者の国元も取り調べられたけれどこれまた何の変わったこともない少なくとも小林刑事彼は先にも言った通り名探偵と噂さされている人だその小林刑事が全力を尽くして捜索した限りではこの事件は全然不可解と結論するほかはなかった これも後で聞いたのだが小林刑事が唯一の証拠品として頼みをかけて持ち帰った例の伝統のスイッチにも明智の指紋のほか何者も発見することができなかった明智はあの際で慌てていたせいかそこにはたくさんの指紋が印せられていたが全て彼自身のものだったおそらく明智の指紋が犯人のそれを消してしまったのだろうと 刑事は判断した読者諸君諸君はこの話を読んでポーの「モルンガイの殺人」やドイルの「スペックルド・バンド」を連想されはしないだろうかつまりこの殺人事件の犯人が人間ではなくてオランウータンだとか インドの独蛇だとかいうような種類のものだと想像されはしないだろうか。私も実はそれを考えたのだ。しかし、東京の D 坂あたりにそんなものがいるとも思われぬし、第一、障子の隙間から男の姿を見たという証人があるのみならず、縁類などだったら足跡の残らぬはずはなく、また人目にもついたわけだ。 そして死人の首にあった指の跡もまさに人間のそれだった蛇が巻きついたとてあんな跡は残らぬそれはともかく明智と私とはその世鬼とにつきながら非常に興奮していろいろと話し合ったものだ一例を挙げるとまあこんなふうなことを君は フォーの「ル・モルグン」や「ルルーの黄色の部屋」などの材料になったあのパリのローズ・ドラクール事件を知っているでしょう。100年以上経った今日でもまだ謎として残っているあの不思議な殺人事件を。僕はあれを思い出したのですよ。今夜の事件も犯人の立ち去った跡のないところはどうやらあれに似ているではありませんか。と明智。 そうでですすね。ね。実に不思議です、ね、よく日本の建築では外国の探偵小説にあるような深刻な犯罪は起こらないなんて言いますが僕は決してそうじゃないと思いますよ。現にこうした事件もあるのですからね僕はなんだかできるかできないかわかりませんけれど一つこの事件を探偵してみたいような気がしますよ。と私。そうして、 私たちはある横丁で別れを告げた。その時私は横丁を曲がって彼一流の肩を振る歩き方でさっさと帰っていく明智の後ろ姿がその派手な坊島の浴衣によって闇の中にくっきりと浮き出して見えたのがなぜか深く私の印象に残った。 推理「さて殺人事件から10日ほどたったある日私は明智小五郎の宿を訪ねたその10日の間に明智と私とがこの事件に関して何をなし何を考えそして何を結論したか読者はそれらをこの日彼と私との間に取り交わされた会話によって十分察することができるであろう」。 それまで明智とは喫茶店で顔を合わしていたばかりで宿を訪ねるのはその時が初めてだったけれどかねてところを聞いていたので探すのに骨は折れなかった私はそれらしいタバコ屋の店先に立って女将さんに明智がいるかどうかを訪ねた「ええいらっしゃいますちょっとお待ちください今お呼びしますから」彼女はそう言って、 店先から見えている階段の上がり口まで行って大声に明智を呼んだ彼はこの家の2階に間借りしていたのだすると「おお」と変な返事をして明智はミシミシと階段を下りてきたが私を発見すると驚いた顔をして「いやお上がりなさい」と言った私は彼の後ろに従って2階へ上がったところが何気なく 彼の部屋へ一歩足を踏み込んだ時私はあっとたまげてしまった部屋の様子があまりにも異様だったからだ明智が変わり者だということは知らぬではなかったけれどこれはまた変わりすぎていた何のことはない四畳半の座敷が書物で渦まっているのだ真ん中のところに少し畳が見えるだけであとは本の山だ 四方の壁や襖に沿って、下の方はほとんど部屋いっぱいに、上の方ほど幅が狭くなって、天井の近くまで四方から書物の土手が迫っている。他の道具などは何もない。一体彼はこの部屋でどうして寝るのだろうと疑われるほどだ。大地、主客二人の座るところもない。うっかり身動きしようものなら、 たちまちま本の土手崩れで押し潰されてしまうかもしれない「どうも狭くっていけませんがそれに座布団がないのですすいませんが柔らかそうな本の上でも座ってください」「私は書物の山に分け入ってやっと座る場所を見つけたがあまりのことにしばらくぼんやりとその辺りを見回していた」 私は、かくも風変わりな部屋の主である、明智小五郎の人物について、ここで一応説明しておかねばなるまい。しかし、彼とは、昨今の付き合いだから、彼がどういう経歴の男で、何によって移植し、何を目的にこの人生を送っているのか、というようなことは一切わからぬけれど、彼がこれという職業を持たぬ、一種の遊民であることは確かだ。強いて言えば、 学級であろうかだが学級にしてもよほど風変わりな学級だいつか彼が「僕は人間を研究しているんですよ」と言ったことがあるがその時私にはそれが何を意味するのかわからなかったただわかっているのは彼が犯罪や探偵について並々ならぬ興味と恐るべき豊富な知識を持っていることだ 年は私と同じくらいで25歳を越してはいまいどちらかといえば痩せた方で先にも言ったとおり歩く時に変に肩を振る癖があるといっても決して豪血流のそれではなく妙な男を引き合いに出すがあの片腕の不自由な公爵師の神田白龍を思い出させるような歩き方なのだ白龍といえば明智は顔つきから小根まで 彼にそっくりだ。「白龍を見たことのない読者は諸君の知っているところのいわゆる講談師ではないがどことなく愛嬌のあるそして最も天才的な顔を想像するがよいただ明智の方は髪の毛がもっと長く伸びていてもじゃもじゃともつれ合っているそして彼は人と話している間にも指で そのもじゃもじゃになっている髪の毛を、さらにもじゃもじゃにするためのように引っかき回すのが癖だ。服装などは一向にかまわぬ方らしく、いつも木綿,綿の着物にヨレヨレのへこ帯を締めている。よく訪ねてくれましたね。その後しばらく会いませんが、例のディ D 坂の事件はどうです。警察の方ではまだ犯人の見込みがつかぬようではありませんか。 明智は例の頭をかき回しながらじろじろ私の顔を眺める実は僕今日はそのことで少し話があってきたんですがねそこで私はどういうふうに切り出したものかと迷いながら始めた僕はあれからいろいろ考えてみたんですよ考えたばかりでなく探偵のように実地の取り調べもやったのですよそして 実は一つの結論に達したのです。それを君にご報告しようと思って。ほう、そいつは素敵ですね。詳しく聞きたいものですね。私はそういう彼の目つきに何がわかるものかというような軽蔑と安心の色が浮かんでいるのを見逃さなかった。そしてそれが私の遵循している心を激励した。私は 勢い込んで話し始めた僕の友達に一人の新聞記者がありましてねそれが例の事件の小林刑事というのと恋なのですで僕はその新聞記者を通じて警察の模様を詳しく知ることができましたが警察ではどうも捜査方針が立たないらしいのです無論いろいろやってはいるのですがこれはという見込みがつかぬのです あの例の伝統の例スイッチでですすねああれもダメなんですあそこには君の指紋だけしかついていないことが分かりました警察の考えでは多分君の指紋が犯人の指紋を隠してしまったのだろうというのですよそういうわけで警察が困っていることを知ったものですから僕は一層熱心に調べてみる気になりましたそこで僕が到達した結論というのはどんなものだと思います 「そしてそれを警察へ訴える前に君のところへ話しに来たのは何のためだと思います?」「それはともかく僕はあの事件のあった日からあることに気づいていたのですよ」「君は覚えているでしょう」「二人の学生が犯人らしい男の着物の色についてはまるで違った申し立てをしたことをね」 一人は黒だとい,い一人は白だというのです。いくら人間の目が不確かだと言って正反対の黒と白とを間違えるのは変じゃないですか。警察ではあれをどんなふうに解釈したか知りませんが僕は二人の真実は両方とも間違いでないと思うのですよ。君分かりますかあれはね犯人が白と黒とのだんだらの着物を着ていたんですよ。 つまり太い黒の棒島の浴衣かかなんかですね。よく宿屋の貸し浴衣にあるような。ではなぜそれが一人には真っ白に見えもう一人には真っ黒に見えたかといいますと彼らは障子の格子の隙間から見たのですからちょうどその瞬間一人の目が格子の隙間と着物の白地の部分と一致して見える位置にありもう一人の目が 黒字の部分と一致して見える位置にあったんですこれは珍しい偶然かもしれませんが決して不可能ではないそしてこの場合こう考えるより他に方法がないのですさ,<あ>さて犯人の着物の縞柄は分かりましたがこれでは単に捜査範囲が縮小されたというまででまだ確定的なものではありません。第2の論拠は あのののスイッチの指紋なんです。僕はさっき話した新聞記者の友達のつてで小林刑事に頼んでその指紋を君の指紋ですよよく調べさせてもらったのですその結果いよいよ僕の考えていることが間違っていないのを確かめましたところで君すずりがあったらちょっと貸してくれませんかそこで私は一つの実験をやってみせた。 まず硯を借りると私は右手の親指に薄く墨をつけて海中から取り出した半紙の上に一つの指紋を押したそれからその指紋の乾くのを待ってもう一度同じ指に墨をつけ前の指紋の上から今度は指の方向を変えて念入りに押さえつけたするとそこには互いに交錯した 二重の指紋がはっきり現れた。警察では君の指紋が犯人の指紋の上に重なってそれを消してしまったのだと解釈しているのですがしかしそれは今の実験でもわかるとおり不可能なんですよ。いくら強く押したところで指紋というものが線でできている以上線と線との間に前の指紋の跡が残るはずです。もし、 前後の指紋が全く同じもので押し方まで寸分違わなかったとすれば指紋の各線が一致しますからあるいは後の指紋が先の指紋を隠してしまうこともできるでしょうがそういうことはまずありえませんしたとえそうだとしてもこの場合結論は変わらないのですしかしあの電灯を消したのが犯人だとすればスイッチにその指紋が残っていなければなりません 僕はもしや警察では君の指紋の線と線との間に残っている犯人の指紋を見落としているのではないかと思って自分で調べてみたのですが少しもそんな痕跡がないのですつまりあのスイッチには後にも先にも君の指紋が押されているだけなのですどうして古本屋の人たちの指紋が残っていなかったのかそれはよくわかりませんが 多分あの部屋の電灯はつけっぱなしで一度も消したことがないのでしょう。君、以上の事柄は一体何を語っているでしょう。僕はこういうふうに考えるのですよ。一人の太い棒島の着物を着た男が、その男は多分死んだ女の幼ななじみで失恋の恨みという動機なんかも考えられるわけですね。 本屋の主人が夜店を出すことを知っていてその留守の間に女を襲ったのです声を立てたり抵抗したりした形跡がないのですから女はその男をよく知っていたに違いありませんでまんまと目的を果たした男は死骸の発見を遅らすために伝統を消して立ち去ったのですしかしこの男は一つの大きな手抜かりをやっていますそれは、 あのののの障子,の格子の空いていてるのを知らなかったこと。そして驚いてそれを閉めた時に偶然店先にいた2人の学生に姿を見られたことでしたそれから男は一旦外へ出ましたがふと気がついたのは電灯を消した時スイッチに指紋が残ったに違いないということですこれはどうしても消してしまわねばなりませんしかし もう一度同じ方法で部屋の中へ忍び込むのは危険ですそこで男は一つの妙案を思いつきましたというのは自分が殺人事件の発見者になることです。そうすれば少しの不自然もなく自分の手で伝統をつけて以前の指紋に対する疑いをなくしてしまうことができるばかりでなくまさか発見者が犯人だろうとは誰しも考えませんからね 二重のの利益があるのですこうして彼は何食わぬ顔で警察のやり方を見ていたのです大胆にも証言さえしましたしたかもその結果は彼の思うつぼだったのですよいつかっても10日たっても誰も彼を捕らえに来るものはなかったのですからね。 この私の話を、明智小五郎はどんな表情で聞いていてたか。私は、おそらく話の中途で何か変わった表情をするか言葉を挟むだろうと予期していたところが驚いたことには彼の顔には何の表情も現れぬのだ日頃から心を色に表さぬたちではあったけれどあまり平気すぎる 彼は始終霊の髪の毛をもじゃもじゃやりながら黙り込んでいるのだ。私はどこまでズうずーしい男だろうと思いながら最後の点に話を進めた。君はきっとそれじゃその犯人はどこから入ってどこから逃げたかと反問するでしょう。確かにそれが明らかにならなければ他のの全てのことが分かっても何の甲斐もないのですからね。 だが、遺憾ながら、それも僕が探り出したのですよ。あの晩の捜査の結果では、全然犯人が出て行った形跡がないように見えました。しかし、殺人があった以上、犯人が出入りしなかったはずはないのですから、刑事の捜索にどこか抜け目があったと考えるほかはありません。警察でもそれにはずいぶん苦心した様子ですが、不幸にして彼らは、 僕という一人の青年の推理力に及ばなかったのですよ何実にくだらないことですが僕はこう思ったのですこれほど警察が取り調べているのだから近所の人たちに疑うべき点はまずあるまいもしそうだとすれば犯人は何か人の目に触れてもそれが犯人だとは気づかれぬような方法で逃げたのじゃないだろうかそして それを目撃ししたた人ははあっっても、まるでで問題にななかったのではなかかのろうかとね。つまり人間の注意力の盲点我々の目に盲点があると同じように注意力にもそれがありますよその盲点を利用して手品使いが見物の目の前で大きな品物をわけもなく隠すように自分自身を隠したのかもしれませんからねそこで僕が目をつけたのは あの古本屋の一軒置いて隣の朝日屋という蕎麦屋です古本屋の右へ時計屋菓子屋と並び左へ旅屋蕎麦屋と並んでいるのだ僕はあそこへ行って事件の夜8時頃に手洗いを借りに来た男はないかと聞いてみたのです あの朝日屋は、君も知っているでしょうが、店から土末続きで裏木戸まで行けるようになっていて、その裏木戸のすぐそばに便所があるのですから、それを借りるように見せかけて、裏口から出て行って、また裏口から戻ってくるのはわけはありませんからね。例のアイスクリーム屋は、路上を出た角に店を出していたのですから、見つからはずはありません。それに相手が蕎麦屋ですから、手洗いを借りるということが、 極めて自然なんです聞けばあの晩はおかみさんは不在で主人だけが店の間にいたのだそうですからおあつらい向きなんです君なんと素敵な思いつきではありませんか調べてみると果たしてちょうどその時分に手洗いを借りた客があったのですただ残念なことには朝比奈の主人はその男の顔とか 着物のしがし僕は早速このことを例の友達を通じて小林刑事に知らせてやりましたよ。刑事は自分でもそば屋を調べたようでしたがそれ以上には何も分からなかったのです。私は少し言葉を切って明智に発言の余裕を与えた。 彼の立場はこの際何とか一言言わないではいられぬはずだところが彼は相変わらず頭をかき回しながらすまし込んでいるではないか私はこれまで敬意を表する意味で間接法を用いていたのを直接法に改めねばならなかった君明智君僕の言う意味が分かるでしょう 動かぬ証拠が君を指さしているのですよ。白状すると、僕はまだ心の底ではどうしても君を疑う気にはなれないのですが、こういうふうに証拠が揃っていてはどうも仕方がありません。僕は、もしやあの長屋の住人のうちに太い棒島の浴衣を持っている人がないかと思って、ずいぶん骨折って調べてみましたが、一人もありません。それも最もですよ。 同じ棒島の浴衣でもあの格子に一致するような派手なのを着る人は珍しいのですからねそれに指紋のトリックにしても手洗いを借りるというトリックにしても実に巧妙で君のような犯罪学者ででもなければちょっと真似のできないゲートですよそれから第一おかしいのは君はあの死人の崔君と幼なじみだと言っていながらあの晩 サイ君の身元調べなんかあった時にそばで聞いていて少しもそれを申し立てなかったではありませんかさてそうなると唯一の頼みはアリバイの有無ですところがそれも駄目なんです君は覚えてますかあの晩帰り道で白梅駅へ来るまで君がどこにいたかということを僕が聞きましたね君は1時間ほど その辺を散歩していたと答えたでしょうたとえ君の散歩姿を見た人があったとしても散歩の途中で蕎麦屋の手洗いを借りるなどはありがちのことですからね明智君僕の言うことが間違っていますかどうですもしできるなら君の弁明を聞きたいものですね 読者諸君私がこう言って詰め寄った時騎人明智小五郎は何をしたと思います面目なさにうつぶしてしまったとでも思いますかどうしてどうして彼はまるで異表愛のやり方で私の度肝を強いだというのは彼はいきなりゲラゲラと笑い出したのであるいやしっけしっけ 決して笑うつもりはなかったのですが君があまりに真面目なもんだから明智は弁解するように言った「君の考えはなかなか面白いですよ。僕は君のような友達を見つけたことを嬉しく思いますよ。しかし惜しいことには君の推理はあまりに外面的でそして物質的ですよ。 例えばですね僕とあの女との関係についても君は僕たちがどんな風な幼なじみだったかということを内面的に的にに心理調べてみましたか僕が以前あの女と恋愛関係があったかどうかまた現に彼女を恨んでいるかどうか君にはそれくらいのことが推察できなかったのですか あの晩なぜ彼女を知っていることを言わなかったかそのわけは簡単ですよ僕は何も参考になるような事柄を知らなかったのです僕はまだ小学校へも入らぬ自分に彼女と別れたきりなのですからねでは例えば指紋のことはどういうふうに考えたらいいのですか君は僕があれから何もしないでいたと思うのですか 僕もこれでなかなかやったのですよ。D 坂は毎日のようにうろついていましたよ。ことに古本屋へはよく行きました。そして主人を捕まえていろいろ探ったのです。サイ君を知っていたことはその時打ち上げたのですが、それがかえって話を聞き出す便宜になりましたよ。君が新聞記者を通じて警察の模様を知ったように、僕は、 あの古本屋の主人からそれを聞き出していたんです今の指紋のことも時期わかりましたから僕も妙だと思って調べてみたのですがははははは笑い話ですよ電球の線が切れていたのです誰も消しやしなかったのですよ僕がスイッチをひねったために光が出たと思ったのは間違いであの時慌てて電球を動かしたので 一度切れたタングステンがつながったのですよ。スイッチに僕の指紋しかなかったのは当たり前なのです。あの晩、君は障子の隙間から電灯のついているのを見たと言いましたね。とすれば、電球の切れたのはその後ですよ。古い電球はどうもしないでも一人でに切れることがありますからね。それから、犯人の着物の色のことですが、 これは僕が説明するよりも。彼はそう言って、彼の身辺の書物の山をあちらこちら発掘していたが、やがて一冊の古ぼけた洋書を掘り出してきた。君、これを読んだことはありますかミュンスターベルヒの心理学と犯罪という本ですが、この錯覚という章の冒頭を十行ばかり読んでごらんなさい。 私は彼の自信ありげな議論を聞いているうちにだんだん私自身の失敗を意識し始めていたで言われるままにその書物を受け取って読んでみたそこには大体次のようなことが書いてあった「かつて一つの自動車犯罪事件があった法廷において 真実を申し立てると宣誓した証人の一人は「問題の道路は全然乾燥して誇りだっていた」と主張し今一人の証人は「雨降り上げくで道路はぬかるんでいた」と証言した一人は「問題の自動車は徐行していたといい」と言い他の一人は「あのように速く走っている自動車を見たことがない」と述べたまた前者は「その損動には 人が二、三人しかいなかったといい後者は男や女や子供の通行人がたくさんあったと陳述したこの二人の証人は共に尊敬すべき紳士で事実を極限したとて何の利益があるはずもない人々であった私がそれを読み終わるのを待って明智はさらに本のページを送りながらい。 これは実際あったことですが今度はこの「証人の記憶」という章があるでしょうその中ほどのところにあらかじめ計画して実験した話があるのですよちょうど着物の色のことが出てますから面倒でしょうがまあちょっと読んでごらんなさいそれは「さ」のような記事であった「前略」 一例を挙げるならば一昨年この書物の出版は1911年「ゲッティンゲン」において法律家心理学者および物理学者よりなるある学術上の集会が催されたことがあるしたがってそこに集まったのは皆綿密な観察に熟練した人たちばかりであったその町にはあたかも カーニバルのお祭り騒ぎが演じられていたがこの学級的な会合の最中に突然戸が開かれてけばけばしい衣装を着けた一人の道家が狂気のように飛び込んできた見るとその後から一人の黒人がピストルを持って追っかけてくるのだホールの真ん中で彼らは形見代わりに恐ろしい言葉を怒鳴り合ったがやがて道家の方がバッ たり床に倒れると黒人はその上に踊りかかったそしてポンとピストルの音がしたとたちまち彼らは二人ともかき消すように部屋を出ていってしまった全体の出来事が二十秒とはかからなかった人々は無論非常に驚かされた座長の他には誰一人それらの言葉や動作があれかじめ予習されていたこと その光景が写真に撮られたことなどを悟ったものはなかったで座長が「これはいずれ法廷に持ち出される問題だから」というので会員各自に正確な記録を書くことを頼んだのはごく自然に見えた中略この間に彼らの記録がいかに間違いに満ちていたかをパーセンテージを示して記してある。 黒人が頭に何もかぶっていなかったかと言い当てたのは40人のうちでたった4人きりで他の人たちは中折れ帽子をかぶっていたと書いたものもあればシルクハットだったと書くものもあるというありさまだった着物についてもあるものは赤だといいあるものは茶色だといいあるものは島だといいあるものはコーヒー色だといいその他 さままざの色合いが彼のために発明せられたところが黒人は実際は白ズボンに黒の上着を着て大きな赤のネクタイを結んでいたのである「攻略」「ムンスター・ベルヒが賢くも切羽した通り」と明智は始めた。 人間の観察や人間の記憶なんて実に頼りないものですよ。この例にあるような学者たちでさえ、服の色の見分けはつかなかったのです。私があのバの学生たちも着物の色を思い違えたと考えるのが無理でしょうか。彼らは何者かを見たかもしれません。しかしそのものは坊島の着物なんか着ていなかったのです。 ろん僕ではなかったのです格子の隙間から棒島の浴衣を思いついた君の着眼はなかなか面白いには面白いですがあまりおあつらえ向きすぎるじゃありませんか少なくともそんな偶然の不合を信ずるよりは君は僕の潔白を信じてくれるわけにはいかないでしょうかさて最後に蕎麦屋の手洗いを借りた男のことですがねこの点は 僕も君と同じ考えだったのですどうもあの朝日屋のほかに犯人の通路はないと思ったのです。で僕もあそこへ行って調べてみましたがその結果は残念ながら君とは正反対の結論に達したのです。実際は手洗いを借りた男なんてなかったのですよ。 読者もすででにに、気づかれたであろうようよ明智はこうして証人の申し立てを否定し犯人の指紋を否定し犯人の通路をさえ否定して自分の無罪を証拠立てようとしているがしかしそれは同時に犯罪そのものをももを否定することにななりはしないか。私は彼が何を考えているのか少しもわからなかった。 で、君には犯人の検討はついているのですかついてますよ。彼は頭をもじゃもじゃやりながら答えた。僕のやり方は君とは少し違うのです。物質的な証拠なんてものは解釈の仕方でどうにでもなるものですよ。一番いい探偵法は、 心理的に人の心の心奥底を見抜くことです。だがこれは探偵自身の能力の問題ですがねともかく僕は今度はそういう方面に重きを置いてやってみましたよ最初僕の注意を引いたのは古本屋のサイ君の体中に生傷のあったことですそれから間もなく僕は 蕎麦屋の細君の体にも同じような生傷があるということを聞き込みましたこれは金を知っているでしょしかし彼女らの夫たちはそんな乱暴者でもなさそうです古本屋にしても蕎麦屋にしてもおとなしそうな物分かりのいい男なんですからね僕はなんとなくそこにある秘密が伏在しているのではないかと 疑わないではいられなかったのですで、す。僕はまず古本屋の主人を捕らえて彼の口からその秘密を探り出そうとしました僕が死んだ細君の知り合いだというので彼もいくらか気を許していましたからそれは比較的楽に行きましたそしてある変な事実を聞き出すことができたのですところが 今度はそば屋の主人ですが彼はああ見えてもなかなかしっかりした男ですから探り出すのにかなり骨が折れましたよでも僕はある方法によってうまく成功したのです君は心理学上の伝送診断法が犯罪捜査の方面にも利用され始めたのを知っているでしょうたくさんの簡単な刺激音を与えてそれに対する 県議社ののの連,連合の知足を図るあの方法です。しかしあれは心理学者の言うように犬だとかうちだとか川だとか簡単な刺激語には限らないしそしてまた常にクロノスコープの助けを借りる必要もないと僕は思いますよ。連想診断のコツを悟った者にとってはそのような形式は大して必要ではないのです。 それが証拠に、昔の名判官とか名探偵とか言われた人は、心理学が今のように発達しない以前から、ただ彼らの天秤によって知らず知らずの間に、この心理学的方法を実行していたではありませんか。大岡越前の神なども確かにその一人ですよ。小説で言えば、ポーのル・モルグの初めにデュパンが、 友達の体の動き方一つによって、その心に思っていることを言い当てるところがありますね。ドイルもそれを生まれて、レジデント・ペーシェントの中でホームズに同じような推理をやらせてますが、これらはみな、ある意味の連想診断ですからね。心理学者のいろいろな機械的方法は、ただこうした天秤の洞察力を持たぬ凡人のために作られたものに過ぎませんよ。 話が脇道に入りましたが僕は蕎麦屋の主人にいろいろな話を仕掛けてみましたそれもごくつまらない世間話をねそして彼の心理的反応を研究したのですしかしこれは非常にデリケートな心理の問題でそれにかなり複雑してますから詳しいことはいずれゆっくり話すとしてともかくその結果 僕は一つの確信に到達しましたつまり犯人を見つけたのですしかし物質的な証拠というものが一つもないのですだから警察に訴えるわけにもいきませんよし訴えてもおそらく取り上げてくれないでしょうそれに僕が犯人を知りながら手をつかねて見ているもう一つの理由はこの犯罪には 少しも悪意がなかったという点です変な言い方ですがこの殺人事件は犯人と被害者と同意の上で行われたのですいやひょっとしたら被害者自身の希望によって行われたのかもしれません私はいろいろ想像を巡らしてみたけれど どうにも彼の考えていることがかかりかねた。私は自分の失敗を恥じることも忘れて彼のこのきっかいな推理に耳を傾けたで僕の考えを言いますとね殺人者は朝日屋の主人なのです彼は在籍をくらますために あんな手洗いをを借りたた男ののことを言ったのですよいやしかしそれは何も彼の草案でも何でもない我々が悪いのです君にしろ僕にしろそういう男がなかったかとこちらから問いを構えて彼を調査したようなものですからねそれに彼は僕たちを刑事かなんかと思い違えていたのですでは彼はなぜに 殺人罪を犯したか僕はこの事件によって上和部は極めて何気なさそうなこの人生の理面にどんなに意外な陰惨な秘密が隠されているかということをまざまざと見せつけられたような気がします。それは実にあの悪夢の世界でしか見いだすことのできないような種類のものだったのです。 アサヒ屋の主人というのはマルキド・サドの流れを汲んだひどい残虐式乗者でなんという運命のいたずらでしょう一軒置いて隣に女の魔族砲を発見したのです古本屋の細君は彼に劣らぬ飛躍式乗者だったのです。そして彼らはそういう描写に特有の巧みさを持って誰にも見つけられずに 貫通していたのです「君僕が合議の殺人だと言った意味が分かるでしょう」「彼らは最近まではおののそういう趣味を介しない夫や妻によってその病的な欲望をかろうじて満たしていました」「古本屋のイ君にも朝日屋のイ君にも同じような生傷のあったのはその証拠です」「しかし」 彼らがそれに満足しなかったのは言うまでもありませんですから目と鼻の近所にお互いの探し求めている人間を発見した時彼らの間に非常に貧速な了解の成立したことは想像に難くないではありませんかところがその結果は運命のいたずらが過ぎたのです彼らのパッシブと アクティブの力の合成によって筐体が全自倍化されていきましたそしてついにあの世この彼らとても決して願わなかった事件を引き起こしてしまったわけなのです私は明智の異様な結論を聞いて思わず身震いした「これはまあ」 なんという事件だ。そこへ下の煙草屋のおかみさんが予感を持ってきた明智はそれを受け取って社会面を見ていたがやがてそっとため息をついていった「はあとうとうこらえきれなくなったと見えて自首しましたよ妙な偶然ですねちょうどそのことを話している時に こんな報道に接するとは私は彼の指さすところを見たそこには小さい見出しで十行ばかりそば屋の主人が自首したことが記されてあった